はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは本日なんですけども、本日は、まあ、サムネとタイトルにもある通り、メルペイが使えるお店を開設ということで、もう今まさにゴールデンウィーク真っ只中の中で、メルペイは、絶賛、キャンペーン中ということなんですけども、まあ、そこで、どのお店で、まあ、メルペイが使えるのかっていうのを簡単にまとめさせていただきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。それではまず対応端末からお話できればと思うんですけども、今回は端末にこの ID という機能が搭載されていれば、この決済メルペイでの決済が可能というふうになっております。で、この iOS、iPhone とかの場合は iPhone7 および iPhone7 Plus 以上の端末であれば対応可能ということですね。で、Android 版はちょっと数が種類が多いので、今回は省かせていただきます。で、ちょっとまあ確認方法は ID のホームページで URL 貼っておきますんで、そちらで確認していただければと思います。はい、それでは早速利用できる店舗の確認なんですけども、解説なんですが、まずこちらのコンビニエンスストアであれば、まあ今メルペイのキャンペーンであればセブンイレブンが還元率 70% なんで、まあ今はセブンイレブンを使うのがいいのかなと思います。他にもデイリーヤマザキやファミリーマート、あとはローソン、ミニストップという感じですね。もうほとんどのコンビニでも今対応がしてるというようなニュアンスでいいのかなとは思います。そして次、こちらスーパーマーケットですね。スーパーであれば、まあ代表的なところで言うと、まあマックスバリューとかですかね。まあここであれば、まあ全国的にもまああるかと思うんで、マックスバリューとか、あとフードウェイとかも結構多いのではないのかなと思うんで、まあスーパーでも ID は結構使えるところは増えてるのかなとは思います。で、次飲食店なんですけども、まあまず上のかっぱ寿司とか牛角とかはま寿司とかですね、あと浜勝とかも使えて、で居酒屋とかのチェーンであればはウォータミとか、あと焼肉屋さんであればアンアンとか安楽亭とか、まあここら辺であればまあ使えるということですね。あとは白木屋とか、まあ結構有名なチェーン店であれば大体は ID には対応してるという感じなのではないのかなと思います。そして次にファミリーレストランですね、ガストとかバーミヤ、あとステーキの丼とかっていう感じですね。あとフォルクス、このステーキのフォルクスとかですね、でも使えると。で、あとはまあファストフードであればココイチ、すき家、マクドナルド、ミスタードーナツ、モスバーガー、ロッテリアということで、まあ結構ここはもう王道のまあ、ファストフード店なのではないのかなと思うので、まあ、ここら辺で使えるのは嬉しいですよね。で、ちなみに僕の動画でマクドナルドで使った動画もあるので、そちらもぜひ見ていただければと思います。まあ、そこで参考になれば、まあ、いいかなと思うので、まあ、ぜひ見てみてください。はい、次は本屋さんですね。本屋さんであれば、まあ、有名なところであれば、紀ノ国屋とかですかね。あと、ツタヤとか、あとタワーレコードですね。で、まあ、ちょっと少し書いてるように、ツタヤの下に書いてる一部利用不可という風に書いてるんで、まあ、使えたり使えなかったりするところがあるので、まあ、それはちょっと事前に確認していただくといいと思います。で、あとここはいいなと思ったのはガソリンスタンドなんですけども、まあエネオスとか、まあ、あとエッソとかですね、まあこういうところでお買い物して、まあポイントが返ってくればちょっと嬉しいかなというふうに、まあ車を運転する人であればかなり嬉しいかなとは思います。で、次、ここ意外だったんですけど、これ僕は全然知らなかったんですけども、ネット決済ができるようになってて、まあ有名なところで言うとこのアマゾンですね。で、アマゾンで電子マネーって選ぶところがあるので、決済画面で、で、そこで、買うことができれば、普通に、今回のメルペイの還元も受けることができるので、まあもう、アマゾンでよくお買い物する人であれば、今回、このメルペイを使って、アマゾンで買い物する決済を、まあ、メルペイで決済するのも、まあ、いいのではないのかなと思います。はい。ということで、今回紹介させていただいたこういった店舗なんですけども、今一応今回 ID のリンクを貼ってるんですが、そこのリンクから、実際に自分がいる住所とか、地図で見ながら、検索をかけることができます。今回はこちら、渋谷区で、検索をかけてみると、まずこんな風にちらほらって、番号で出てくるんですけども、そこの番号を、タップしていただくと、実際このお店っていう風に出てくるようになっております。なので、もし、近くの店でどこが使えるかなと思ったら、まあ、一応下のリンクも貼っていくんで、貼っておくので、そこで確認していただければと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はメルペイの使えるお店ということで、まあ、いわゆる、まあ、ID が使えるお店の紹介をさせていただきました。で、もし、まあ、どこのお店が使えるのかなと思ったら、まあ、先ほどお伝えした、まあ、リンクから、下に貼ってるリンクから、検索もすることもできるので、ぜひ確認してみてください。そして、まあ、このチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録、あとグッドボタン、Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。